こんにちは。皆さんお元気でお過ごしでしょうか。あつこです。いつもご視聴どうもありがとうございます。昨日ですね、日本からとてもショッキングなニュースが入ってきました。こちらでもすごく大々的にニュースされています。安倍元首相が襲撃されてお亡くなりになりました。彼の冥福をお祈りします。日本っていうね、とっても安全で一般の人から武器が、武器というか拳銃が遠い世界、まず触れない世界にある、そういう国においてこういう事件があったことをとても悲しく思います。たまたまなんですけど、私は自分の仕事先にあるもので、拳銃のことをちょっとお話ししようかと思っていたところなんですね。日本ではまず拳銃っていうのは馴染みがないじゃないですか。どんな種類があるのか、どういった仕組みになっているのか、でもしそういうことがあった場合にどうしたらいいかなんて、分かんないじゃないですか。だから そういったことをちょっと私なりの、見解なんですけどお話ししようかなと思っていたところなんです。だから本当にびっくりしました、で犯人の方は自分で作った拳銃でしたよね、でこうしてわりかし一人で個人で武器を作れてしまうっていうところもまず驚きますけど、その武器を作る材料、火薬であるとか部品も調達できちゃうんですね。今ふっと思ったんだけどね、もちろん武器は普通の人は持てないけれども、火薬を変えるっていうところがまた落とし穴かななんて思うんですよね。だから部品なんかはいろんな代用でできそうなんだけれども、火薬を買う人をちゃんと制限するとか、そういうことをしていけば防げたりするのかななんて思います。怖いですよね本当に。だ日本もすごく悲しいことなんだけれども、世界の水準、アメリカだとか、そういう武器が自由に手に入るような国に近づいてきてしまってるのかなと思うと、とても悲しいです。私はこういった射撃場で仕事をしていますけれども、私自身は武器はやっぱり自分では持ちたくないです。でも前にもねお話ししたように、個人が武器を持つっていうことは、あくまでもイタリアですけど割と簡単、簡単なんだけれども、それをに使うこともあるな、やっぱりな、恨みとかそんなので、なんか時々事件は起こります。強盗とかでも起こったりもしますね。でもアメリカみたいに誰でも買えるわけじゃないからね。一応その拳銃を買う前には自分の射撃場に行って、この人は武器を扱えますよっていう証明、ちゃんと控訴もして講習を受けて、で実際に撃ってみて、っていうことをして、で警察の方は警察の方で、この人はちゃんと前に罪を犯しているかとか、そういった審査もしっかりした上で、発行するだけです。武器所持していいよという証明書を発行します。で武器を買う時も武器屋さんがあるじゃないですか。そこもちゃんと拳銃なりライフルなりの全部マトリコラといって番号があるんだけども、番号もしっかり登録して、買った人もちゃんと登録して、それを警察に登録しておく、それが絶対になります。はい、それからね、自分が持てるピストルの弾の数も限られてるし、いろんな意味で特定できるようになってるんですよね。でもやっぱり私自身は武器は持ちたくないなっていう感じです。ただ情報的にいろいろ話しようかなと思ってるんだけども、まず拳銃は2種類、大きく言ってね2種類あります。1つはリボルバー、
まあ、なんて言うんだろう、日本語式、まあ、リボルバーってみんな分かってるよね。リボルバー、それはまあ回転式になってる拳銃なんだけれども、今からちょっとお見せしようかな。はい、これがね、リボルバー、いろんな種類がありますけど、これはスミス&ウェッスン、老舗中の老舗ですね。スミス、あのよく S&W と書いてあります。こちらも、もっと大きいのですけども、同じスミスのウェッスン、はい、リボルバーなんだけど、普段はこうしてね、あの打つわけなんだけれども、弾を込めるときにここをね、こう押して入れて、ここに入れるわけだよ。だからね、ここは 1,2,3,4,5,6,6 発入れて締めて、でこうすれば込められて、これで打つと。で、打ったときにこの部分が弾にの後ろに、お尻の部分にぶつかって、中だけ、弾の中だけ出るわけですよ。で、外側のボッソロっていうのは、なんだろう、外側の部分、殻みたいな部分、そこはまだ残ってるわけだから、6発打ってしまうとここに残ってるわけで、また開けて、これでピッと出して、殻を出して、また新しく詰め込むわけですよ。だから銃撃するときにはちょっと不利でも、正確性では正確かなと思います。要するに、その銃、あの回る回転式の中に入れるのに、6発とか8発とか5発とか、ものによって違うんだけど、それがなくなったら、またそれを全部出して、そのボッソロっていう外側のやつを出して、でまた弾を入れ、詰め替えなきゃならない。銃撃戦には向いていないです。であと、今一般的になっているのはセミアウトマーティカっていうんですけれども、銃装っていうのかな、カリカトーレっていうところに10発ぐらいから、あと、まあ多いと何発ぐらいまで入るの、15とか30は入らないな、まあ、物によるんでしょうけど、それをあの手の持つところにこう入れて、でそれをまあ、なくなるまで、あのどんどん打てるわけですよ。で、まあ、例えばなくなったらば、それをあの取り出して、カリカドーレっていうその銃装を取り出して、他に詰めてある銃装をまた入れれば、そこからまた10発なり30発なりを打てるわけですよ。そちらの方がやっぱり銃撃戦には向いています。はい、こっちはね、自動式拳銃って言われているものか、自動式セミアウトマティカっていうから、と自動式拳銃かしら。はい、これ見て分かるように、ここがね、銃装、弾を入れるところになってます。ここに入るのが、15まで入るんだから、15までは、ここの中に詰められて、15発終わったらば、別のね、この銃装に弾を入れて準備しておけば、それをまた、その空だったものを取って、また入れれば、また15発打てることになるね。え、これは、まあ、イタリアが世界に誇れるピエトロ・ベレッタってやつですね。不謹慎かもしれないんだけれども、私が不幸中の幸いと思ったのは、被害があまり大きくなかったことですね。だって武器がまず自家製だったでしょ。ってことは、作ってる最中にも爆発する可能性もあったっていうこと、それから撃った時に、射撃が上手じゃなかったら、あの他の人、一般の人たちも巻き添えになる可能性があったっていうこと、それを考えると、まあ、あの不幸中の幸いだったというか、被害が最小限、本当に、元首相には、本当にお悔やみ申し上げたいんだけれども、最小限で済んだのかなっていう感じはします。ここでも、戦争の時のね、不発弾とかがよく地中からとか、見つかって、それを自分で処理しようと思って事故で爆発してしまって、で亡くなってしまうという方も、聞いたことがあります。
やっぱり爆発物は専門の方に見てもらった方がいいかなと思います。自分でできると思っちゃうんじゃないかなと思うのね、うん、まあ、そういう事故もこちらでは時々あります。あとこっちはね、狩りが結構盛んなので、例えばライフルの弾が缶になってたの、出るところね、あそこに入っていることを結構知らないとか、気がつかないで例えば子供が触ってしまったとかね、そういった事故もあります。ちょっと悲しいのはね、拳銃やライフルのそばで仕事をしている私は純粋に、銃を好きな人たち、趣味として拳銃やライフルを撃つ人たち、スポーツとして、撃つ人たちを知っているわけで、その彼らに対してすごくこういう、のための武器として、危険なものだと思われるのがとても、心が痛むんです。もちろんね、例えば鉛筆一つでも武器にはなり得るわけで、要はやっぱりその人の使う人の使い方次第ですよね、うん、もちろん私自身はもう先ほども言ったように武器は持ちたくない、うん、銃は持ちたくないけれども、純粋な情熱を持って銃が好きな人たちもいるということを分かってほしいと思います。